ちは、ニュアンスハンドメイド作家のルピナスです。今回は筆を使わずにこちらのデザインを作っていきたいと思います。右側のホワイトを作っていきます。それではどうぞ。使用する道具のご紹介です。レジン液、モールド、カラージェル。モールドはヘキサゴンの型を今回選びました。型にレジン液を流し入れていきます。モールドの詳しい作り方は概要ファンティストのレッスン動画よりご視聴ください。モールドから優しく取り出します。取り出したモールドを土台に貼り付けておきます。ホワイトのジェルを塗っていきます。今回は2度塗りをしていきます。硬化をしている間にさくらんぼを描く準備をします。赤と緑のジェルをパレットに出しておきます。硬化ができたので描いていきます。さくらんぼを描くのに今回爪楊枝を使っていきます。緑のジェルを先端に少しつけます。茎の部分をまず描いていきます。次は爪楊枝の裏で果実の部分を描いていきます。丸の大きさはお好みで調整をしてください。綺麗に硬化ができました。最後にレジン液でぷっくりと持っていきます。厚みがまだ足りない場合は再度レジン液をコーティングしてください。今回はベージュも作ってみました。ぜひお好みのカラーでチャレンジをしてみてください。